モル、はい、前回どこまで行ったか覚えていますか？バッチリやで。残念、違います。正解は前回こちらの第一拠点を見つけたところで終わりましたね。おかしいな、バッチリに出てんけどな。ということで今回はこちらの第一拠点の方をしっかり準備を整えて、はい、仮拠点にいる恐竜たちを連れてくるまでのしっかりね準備をしていこうと思います。で今回は恐竜大移動に向けてのルート探索、どういうルートで恐竜たちを安全に連れてくるかっていうのと、木材が大量に必要になるのでそれに欠かせないマンモスのテーマを今回できればしていきたいなと思っています。マンモスな、おるかな。まあこの前見かけたで、ほんま雪山で。まあ、ここ雪山すぐ近くやからできればおるんちゃうかな、うん、てな感じでやっていきたいと思います。はい、え、これ全滅する、全滅の可能性がある。まあ、なんか始まった始まった、なんか池田エライザと同じくらいか。ガチの調査やねんけどこいつな。やばいって、ハイエナやん。150レベルマックスや。あ、もうええや、めんどくさくなってきちゃった。二度と俺にタメ口聞くなよお前。今からじゃあ俺はマンモス天用のトラップの石材とかで作るわ。うん、いけ、やれ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 、いけ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 、おしゃおしゃおしゃ、プロレス完成してお父さんが、うん、しゃいけ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 って。おやばいやばいやばい、鉄火ピカン鉄の茨、お前あれやぞ、海の中おるぞこいつ。俺らの一番の戦力こいつやぞ、鉄の茨やつ。まさかのパラサウロロフス。なんかこれ石投げられてる俺今。え？石投げてんの？あ、弓打ってるわ。あ、弓か、もったいねお前。もったいね。まあまあ材料大したことないけど。あの麻酔や打ってた俺。それはもったいない。今マップにお絵かきしたんやけど、うん、位置関係的にこんな感じよね。まあ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 そんな感じや。うん、ここと。あ、刺さった。そう、これ一個一個麻酔屋です、ちなみに。もったいね。今麻酔屋作ってるとこやのに。いやだって普通の矢渡してこうへんから。自分で作れ、あれ速攻で作れるやろ。普通の矢が存在せえへん俺のイベントに。線が足りひんな。左棚の右にあったわ。左棚の、ああなるほど、あるわあるわ、ありがとう。全部持っていこう、全部矢にしよう。お前重量そんな振ってないよ、大丈夫。確かに大丈夫、1700あるから。ちょっと1700振っとる重量に、うん、マジで僕1550やで振ってるの。ざっこマジで、二度と俺にタメ口聞くなよお前。重量1300やで、うん、1700振りすぎやで多分お前。俺に二度とタメ口聞くなよお前たちは。重量でこの世界決まるからな。85かな、これ今んとこ一番強いの。やばい、そうやな。マルマインの顔マジで可愛い。ドエリクルス、うん、池田エライザーと同じくらい可愛い。おっぱいが大きいやつな。あ、そう、写真集持ってます。あ、そうな、そんな好きな。普通に好き。池田エライザって俺らが、ああああああ、どうした、ああ変なとこ落ちちゃった。ご愁傷様。そうやな、マンモス85が一番かな。85捕まえる。そうやな、あいつ多分結構血だれ血まみれやったな、うん、あ、痛い、うるさい。俺死んだ、絶対死んだ。あ、終わった。丸マインもおらんなった。はい、死んだ。はい、死んだ。何事。あ、ちょっと待って、あいつ違う、勝手に仲間行きへと。丸マイン発見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 、行った行ったけど、行ったけど助けれるかこれ。あ、いや、なんとかなるわ、助けてくれ。ああ、ちょ、ANA が飛んでった。いや、もう正直、勝手に仲間ゆきえは死んでも何も思わへんけど、マルマイン死んだよ。アンドリュー、アンドリュー。命の価値ってね、皆さん平等じゃないんでね、こういう時助けたんだけど。あかん、めんどくさい。いや、でも助けてください。今向かってる。いや、あかん、これ全滅の可能性がある。いける。全滅の撤退。いけるって。待て。撤退。どういうこと。よし、撤退。危ね。ちょ、僕の ANA、チーフキー呼んねんけど。これ、助けるだけじゃない。違うんか。実際、助けて。そう。で、今、ちょっと離脱した。いろんなの、狩るのとか来たから、さっき。
アーク重たくなったなって振り向いたら豚いた。なんかこの豚ちょっとうまそうやな。うまそう。なんか色味が毛皮の色味でうまそうなんかあるのか。問題は中の肉やろ。こいつレベル何倍で買った硬いよな。もうちょこれうわあかんマジで死ぬこれ。離脱。あー豚いる。あー死んだ。150レベルマックスや。うわそりゃ勝てんわ。よかったーマジで。もう丸バイン死んだらもう終わってたわ。俺もう引退してた実況者。今日何も言わずに急にディスコード切れねえ、うん、ブツンブツン。すいませんね皆さん、ご迷惑が来ちゃって。ほんまやで。でも重量一番上なんで。まあもう100がおる。あマジで。ああ使えろ。じゃあここでちょっとじゃあ作るわ。1,2,3 これ 3×3 やで。ほんまや。君にはこれをあげよう。今 3×4、はい、材料立ち替えば。いいやろお前、俺が持ってなかったら作れへんかったやつ。お前感謝しろよなマジ。重量1500程度のゴミが。謎のマウントや。謎すぎるわほんまに。この俺らの世界でのカーストやから、ね、カーストやからな。中抜きやから落ちるかした、うん、でもこれあいつらここ、てか無理じゃね。周りの登るくない。登れなくねこれ。どういうことこれ。なんか俺の何を作ろうとしてんのこれ。知らねえ。てかそもそもさ、ここにはめるんじゃない。そうここにはめるんやけど、絶対斜面でさ出てこれるやんこれ。ほら確かに。うんち押しするし。僕もジャンプで出てくれるレベルや。あもうええや、めんどくさくなってきちゃった。もうこれでもうここでヘイト勝って、ここで正面で打とうぜ。もうええや、めんどくせえや。ゆっくりやな、はい、こっちですよ、こっちですよ。はいはい、はい、はい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 。下がれ。はい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 、どうはい、かかってきた。はい、どうはい、かかってきた。はい、どうはい、かかってきた。よし、オッケー。お、一発で全損した。やったー、引き上がってくれたー。トラップ大成功。ほら、何言ったやろ、これって。正解やって。かわいそう。さすが。なんか、かわいそう。なんか、かわいそうなってきたな。あ、てか、もう一匹来た。もう一匹来た。寝たけど、もう一匹どうしよう、これ。倒してこい、あいつ。倒してこい。物壊れた。来たー。よっしゃー、これで木材要員が手に入った。お前の名前はマントルだ。一番よく分からへん。地球の中核。ちょっともう K だけ帰ってハドルついてくれへん、うん、オッケー。じゃあ先導して。ああ、これこっちから行くか。こっちから行けっす。多いな。あ、ティラ乗るから気をつけて。ティラ乗るから気をつけてな。気をつけろって言われてもね。あ、気をつけろよ。殺そう。あ、この辺で切り伐採してきてもいいし。重量知らんけど。重量はあんまり心もとないかも。じゃあ向こうついてかねえか。レベル上げてないし。ティラノサウルス殺そう。でも出さない。あ、紫のやつが落ちてきてるクレート。あ、カルノタウルスおるから倒そうぜこいつ。あ、倒そうか。マム強。ナイス、レベルも上がっちゃう。あ、調装されやる。おい、なんかテイムむっちゃ完了してるって。ちょバカみたいにフィールドホークのやつ。うわー、なんだこれ。あ、なんか始まったなんか。おい。あ、なんやえ、てかなんでテイムできたんこれ。え、知らん。なんかフィールドホークテイム方法が一緒に共闘することらしくて、こっちが倒した肉をフィールドホークに食べてもらったらテイムが完了するらしい。名前がこれ W キー押してたからさ、あの笑になってる。笑ってるやついる。わらわら。あ、来た。いや、ずっとなんかめっちゃ食べてるあいつら。ガチの調査やねんけどこいつら。やばいって、ハイエナやん普通にもう。あ、スペースか。あ、101回で結構取れるな。40くらい取れるな。あ、輪になった。またフィールドフォーク仲間になってんけど、僕のところで。やばくない？お前なんか。俺、やべや、いいハンターじゃないやん。いいハンターはな、動物に好かれるんやん。もうダブルキー押しとるとき、もうどんどんあの、笑が増えてくる。笑ってるやついっぱいあるわ。わら。あかん、死ぬ。何が？僕が。なんで？ユタラプトル2体に襲われてる。
全裸で助けて助けて知らん、その辺歩いてただけ。あかん、もう無理。何かこっち来て。あ、無理。あー、僕の死体どこ行った。ヒュルドホークが壊した。中身はうわ、あると思う。あ、あったあったけど、どうやって、あれ、それ返せ、それ返せ。なんすか。おった。何が。うん、持ってるやつ。あ、持ってるやつ。あ、やった。あ、優しい、下ろしてくれた。あ、ちょ、また取ってた。あ、持って帰った。あ、殺せ。こいつ殺せ。ちょ、返して返せ。ケケの荷物持ってるこいつ。返してそれ。なんで下ろしてくれへんのこれは。わからん。あ、下ろした、おー、すんちゃん。わあ、下ろした。あ、下ろしてない。なんで下ろそうと思わせても下ろさへんこいつ。おい、こいつ殺して肉壊してあれしようかなって。あ、下ろしてくれた。あ、オッケー、はい、早く取れ今のうちに。また捕まれるぞ、荷物。オッケーセーフで、こいつがスタックした。荷物が目の前でないなったから。はい、ということでミッション4、拠点の移動の準備をしていきました。一応ね、成果としては第一拠点の方をこれから建築していくので、木材役としてマーモス君をテーマしました。彼はね、今気絶して眠ってます。爆食い気絶中。恐竜大移動した後はこの辺しっかり本格的な建築に入っていくんで、一応僕らのこの構想では、ここが海に繋がってるから、ここにボート作って、港町みたいな感じにここら辺一帯をしていこうかなと考えてます。うん、そうやな、そうやな。そうちょっとね、ただ問題として、まあここの難破船が邪魔やね、うん、ちょっとね。まあこれは埋め立てる。これは埋め立てるから大丈夫。埋め立てて、まあいい感じのね、なんかそのゲームの世界にやりそうな感じの港町を作っていきたいと思います。はい、それではまた次回もよろしくお願いいたします。それでは、じゃあのー、はい、さよなら。はい、さようなら。ご視聴ありがとうございました。陽一です。今回は恐竜大移動ということで、マンモスをテームしていろいろやっていきました。本当はね、もっと先までやりたいなと思ってたんですけど、結構時間がかかっちゃって、このままだとテンポが悪くなっちゃうかなと思うので、ちょっと近いからある程度収録外での作業を入れてやろうかなと思ってます。今まではね、収録外っていうのなくて、もう全て動画にしてたんですけど、資材集めとか、まあ、恐竜のテームの準備とかいろいろ考えると、ちょっとね、このままだとパートがすごいことになっちゃうんで、申し訳ないですけど、収録外の作業も次回の動画からやっていきたいと思います。そんな感じでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、じゃあのー。